木崎です。今日はですね、うちの社員が仕事のおすすめするツールについて配信をしたいと思います。前回ですね、僕がおすすめする仕事の役立つツールをお送りしました。はい、まあ、社長のおすすめはいいと、どうでも社員のおすすめする現場にすぐ使えるおすすめツールって何なのかっていうのをね、動画でお届けしたいなというふうに思いますので、最後までご覧ください。このチャンネルでは仕事に役立つ情報を配信してます。よければチャンネル登録と、そしていいねと思っていただいたらグッドボタンを、悪いねと思っていただいてもグッドボタンを押していただければと思いますので、最後までご覧ください。では仕事ができる社員がおすすめするビジネスツールとは、お疲れ様です。お疲れ様です。カニって今新卒1年目でしたっけ？はい、そうです。社会生活をやっているうちにおすすめするツールがあれば教えてください。おすすめのツール3つでかぶったボールペン。ボールペン、このボールペンめちゃくちゃ使うんですけど、会社で入社式の時にもらったパーカーのボールペン。名前入ってるんですね、はい、名前まで入れてくれたことですか？そうなんですよ。なるほど。いただきました。これって普通のボールペンとなんか違いありますか？他のボールペンと書き心地も違うんですけど、うん、大きい理由としてはお客様にこうやって書類を書いてもらう時だったり、百均のボールペンじゃなくてこういういいボールペンを使ってるっていうところを見せる姿勢も大切にしたいなって思いからこういうのを使ってます。なるほど、素晴らしい。では2つ目は何ですか？めちゃくちゃしょうもないんですけどiPhone を置くやつ、めっちゃ重宝してます。これはどういう時に便利ですかね、はい、携帯の設定自体を仕事分けれるやつがあって。初めて知ってた。そうなんです。でプライベートの通知が来ないように設定してるんですよ。ここに置いとくことによってチャット来たなとか、なんか大切なメール来たなとか、レンダーあもう10分前かみたいなのが、うん、これでなんか分かりやすいなって思います、いつも。なのでこれめちゃくちゃ重宝してます。ちなみにあれっておいくらですか？はい、これ100均です。100均。ダイソーです。めちゃくちゃおすすめです。じゃあ最後、今めちゃくちゃハマってるのはニーモシネっていうノートなんですけど、横とか縦とかも売ってるんですけど、私は横バージョンを使ってます、うん、自分のお客様の情報だったりとか、キャッチコピー書くときとかに脳のアイディアを全部書き出すようにこれを使ってます、うん、ちなみに横に使ってる理由ってありますか？私ずっとノート使ってたんですけど、縦より横がいいなと思った理由としては、こっち行くときはこっちに行ったりみたいな、うん、使いにくいなと思って、横だとそういうストレスがなく書いていける、文字があるのが気持ちいいなっていうのと、あと横にする方がなんかアイデアが出やすいんですよね。何なんですかね、この理由は自分の中で明確にはなってないんですけど、書きやすくてこれすごく重宝してます。ありがとうございます。久米さん、はい、お疲れ様です。デザイナーとしておすすめするツール3つ教えてください。ツール3つ、アップルウォッチですね。アップローチ、はい、チャットワークとかの通知とかに気づきやすかったりとか、うん、Google カレンダーの予定とかが通知来たりするんで、結構予定の管理がめちゃめちゃしやすいっていうところだったりとか、僕よくタイマー使うんですよ。30分とか3分とか測ったりするんですけど、自分の時間とか工数の管理とかに1時間とか30分測って、タイマーがあったらちょっとタスク切り替えてみたいなところで自分の師匠みたいな感じで使ってますね。じゃあ2番目、はい、なんかありますか？そうですね、僕 Mac 使うことが多いんですけど、アンカーっていう Mac の専用機器があるんですけど、 Macタイプ C だけ使えないとかあったりすると思うんですけど、うん、これを挿すとですね、こういう風に合体できるんですけど、カメラで撮った SD のカードとか、他の USB の端子とか、うん、あとは HDMI のケーブルとか、うん、結構いろんな端子を使えるので、なんか便利だなっていうところで結構愛用しますね、これ。では最後にもう一個教えてください。MacBook ですかね。性能がめちゃめちゃ高いっていうのと、うん、まあ、動きが速いっていうところ。デザイナーさんとか、クリエイティブ職の方は Apple の商品使ってるイメージがあるんですけど、あれってなんか理由があるんですか？iPhone とか使ってる人とかは iPhone で写真撮って、まあ、AirDrop っていうのでこう連携ができたりするんで、うんうん、その Apple 製品で整えとくとデザイナーとしては連携がしやすいというか、っていう意味で結構 Mac 使ってる人は多いイメージありますね。ありがとうございます。増本さん。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。増本さんがよく使うビジネスにおすすめするツール3つ教えてください。1つ目が充電器。充電器、はい、携帯とか Wi-Fi とかの充電の時にめっちゃ使えるんですけど、ここ USB の端子もあればライトニングと Type-C ですかね、ケーブルなしでとりあえず充電ができるんですよ。なのでこれ結構便利で重宝します。お客様とか連絡することが多いから、その時にバッテリーが切れないように。あ、そうです。外行った時に万が一充電切れるみたいなことあったら結構しんどいんで、ないようにいつも常備してます。2番目はこのマウスとかどうですか？
まあ、あ、でもなんか形違いますね。これ、親指でトラックボールがあって、親指でカーソルを動かすマウスなんですけど、うん、これめっちゃ便利で。親指でマウス、カーソルを動くことって大変そうですけど。最初操作どうかなと思ったんですけど、1日ぐらいで慣れて、例えばカフェとか、小さいテーブルとかだとマウスって動かすじゃないですか。動かさなくていいんで、それでめっちゃ操作しやすいのと、進むとか戻るのボタンとかここにあるので、ページの閲覧がマウス1個で完了するのがめっちゃ楽やなと思ってます。では3番目。財布とかどうですか？財布。これ財布です。あ、名刺ケースじゃなくて財布。財布です。カバンを持っていけないシーンとか中にあったりするじゃないですか。その時に大きい財布をポケットとか入れるのはめっちゃ嫌で、小さいのが欲しくて、だからポケットサイズの財布を4、5年ずっと使ってます。小銭とか入れます？小銭はこの隙間に少しだけ入れてるんですけど。あ、なるほど。あとはもう基本的にもうキャッシュレスで、ここにカードが入れれるんですよ。うん、自動で出るんですか？ここスライドしたら、シュッ。お、すごい。これに、銀行のカードとか、クレジットカードとか、しまってて、うん、どうやらスキミングもされないらしいんで、スキミング。データ抜き取られたりしないらしいんですよ。ああ、なるほど。なので、セキュリティ的にも大丈夫らしいです。なので、めっちゃ便利です、これ。ありがとうございます。はい、倉さん？はい。お疲れ様です。クラさんって今トモロゲートのカメラマンじゃないですか。カメラマンとしておすすめするビジネスツールがあれば3つ教えてください。はい、3つですね。プロのパーマセルテープっていう。パーマセルテープ、それどこに使うんですか？撮影の時に位置付けをできるといったテープになります。ホコリ取りとかこういうの使ったりもします。普通のセロハンテープとかとマスキングテープとか、それとなんか違いがありますか？ツヤ消しの素材なんで反射しないんです。なるほど。カメラのメーカーを隠す、ロゴを隠すタネとかも使ったりします。あとは剥がした時に糊が残りにくい、一応黒と白が主に販売されてて、若干黒の方が粘着力が高いです。では2番目教えてください。ハッピーハッキングキーボードっていうキーボードなんです。普通のキーボードと違うんですか？押し心地が全然違って、なんかカチ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 っていう、普通の Mac のキーボードだったらパッパッピッピッ、コンビニの ATM 押し心地で文字を打ってて楽しみやすい、そういうキーボードになります。では最後3番目教えてください。スマートフォンのカメラモードって勝手にこう色を調整してくれるじゃないですか、はい、それってカメラ使ってたらすごい不便で、アプリで自分で調整できるような、それにするとしっかり写真を撮れるんで、すごくよく使ってます。そのアプリの名前って何ですか？このアプリはマニュアルショットっていう。マニュアルショット、はい、無料です。ありがとうございます。純平さん、はい、お疲れ様です。お疲れ。純平さんの普段使ってるおすすめのビジネスツールを教えてください。これです。ロジクールの結構 A タイプのマウス、めちゃめちゃスクロールが早いってよ。1000行まで1秒かかるぐらいで、はいですね、横のこのサイドロールもめちゃめちゃ使いやすいんで、こういいもん買ってよかったな。ちなみに増本さんもマウスって言ってたんですけど、はい、その方がいいやつですね。え、でもあれも結構高いものって言いました？どうだった？7,000円。これ倍です。金額で買ったことですね。金額も機能も買ってます。ありがとうございます。2つ目、エアポッツ。エアポッツ、なんでエアポッツですか？やっぱズームとか打ち合わせとかの時に使えるのと、うん、つけたまんま普通に会話もできるんで、うんうん、外部の音声取り込んでくれるので、うんうん、そこはすげえ便利に重宝してますね。じゃあ最後にもう一点は、最後結構バッグの中がぐちゃぐちゃになるんで、バッグの中にこういったバッグを、すごい、入れてるっていう、ケーブル関係とかイヤホン、顔拭きとかに。ちなみにそのバッグはおいくらぐらいになるんですか？これ3000円ぐらい。3000円やったような気がする。たまたま新大阪の駅でバッグがぐちゃぐちゃやなと思ったらふっと見つけて、あ、これええやんって、それからずっと使ってますね。このままパソコンもこっちに収納できるんで、すごくいい感じです。ありがとうございます。お疲れ様です、はい、お疲れ様でした。いろいろいい情報は聞けましたか？本当にいい情報いっぱいありました。え、なんて言ってた社員は？なんか100均のものから、100均のものから高いものまでありました。高額なものまで。やっぱり職種別にちょっと違うんだなと思っていて、あ、営業には営業の、デザイナーにはデザイナーのみたいな感じで、いろいろおすすめツールを教えてもらったんで。そうですね、やっぱり仕事の柄が違うかもしれないんですけど、柄、柄、
日本語おかしいです仕事の柄が違うね。そうですね、色も違うしね。前期のメンバーは、うん、お客様に対するとか、はい、電話対応とかそういうビジネスツールが多くて、衣装制作部の人たちはやっぱり制作に関するツールが多かったです。はいはいはい、まあ、多分ねすぐ実践で使えるツールだと思いますんでね、皆さんもぜひ今日からおすすめツール試してみてください。もしねこのツールおすすめだよというものがあればコメント欄の方にどしどしこれ使ってみてっていうのをね書いていただけると僕らも勉強になりますんでよろしくお願いします。このチャンネルでは仕事に役立つ情報を配信してますので、よければチャンネル登録と、そしていいねと思っていただいたらグッドを、悪いねと思っていただいてもグッドを押していただければと思いますのでよろしくお願いします。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。では最後にもし、はい、おすすめするアプリがあれば教えてください。アプリ、はい、アプリ、おおお、これちょっと